一番高いところで取るのってどこなんだろうって、ただの目測って言葉なんだよね。それが空間認知っていうなんか難しい4文字になったことによって、ハイボールを難しくしてると思う。難しくなったハイボールどうしようどうしよう、あ高いところで取んなきゃ取んなきゃなっていくと、基本の機能キャッチングってところがファンブルにつながってんだと思う。